ーストラリアとかアメリカのワンちゃんですとね、やっぱ生食を食べてるワンちゃんの方が多くてね、20歳とかそれぐらいまでね生きる子が多いんですよ。愛犬に長生きしてもらうために飼い主さんは何ができるのでしょうか。物々いっぱいありますけどね、予防関係もありますけど、まずは食事からですね。今ワンちゃんの食事で見直されているのが手作りのご飯なのです。旬のものや生の食材を使い、体調や体質に合わせた様々なメニューを作ることによって病気や生活習慣病などを予防できるのです。急に下痢する時あったんですよ。突然なんか下痢になっちゃって、で、手作り食を加えてからはそれがなくなりました。ちっちゃい割にはお腹を壊したりとか、なんか病気をしたりってことはないですね。どんなものを食べさせたらいいの？作るのが面倒じゃない？という飼い主さんのために手間をかけない簡単なメニューや栄養の取り方、調理の工夫など映像で分かりやすくご紹介します。ワンちゃんの寿命は飼い主さん次第。あなたもワンちゃんと末永く暮らすために手作りご飯を始めましょう。